はい、先々の俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回もね、山屋で買いましたビール、エッティンガーピルス。これはピルスナーですね。前回飲んだシュバルツのがピルスナーになったパターンかな。原産国ドイツ。原材料が麦芽とホップ。内容量が 330ml で値段が、確か200円。ですね。アルコール度数が 4.7%。と書いてあります。ね。これはピルスナーなんで割と、美味しいんじゃない？多分。前回の、あれに比べたら、ね、美味しいと思うんです。ですが、わかりません。ね。まあ、ピルスナーといえば、一般的な、まあ、そこら辺に売ってるビール。日本ですね。日本のビールがピルスナーですが。それは乾杯。うん。あ、これ美味しい。あ、これ美味しいわ。うん。うん。あ、これ美味しい。うん。まあ、美味しいは美味しいけど。うん。そうですね。まあ。まあでも、うん、爽やか。さっぱり。ね、ピルスナー。うん。ピルスナーですからね。エッティンガーピルス。うん。うん、これ美味しい。普通に美味しいですね。普通の一般的なビール。麦芽 100% ビールに比べても、比べると、こっちは、そうですね、マイルドですね。喉越しはあまりないですが、マイルド。うん。苦味もあまりないですね。結構甘めな。うん。で、香りが結構フルーティーかな？うん。うん。あ、どうやら、やっぱりこのエッティンガーピルスは、山屋でしか売ってないっぽいですね。うん。これは美味しい。秋が来ないし、日本のビールとはやっぱりちょっと違うね、味がね。ピルスナー。日本のビールのピルスナーとは違うね。うん。なんか、なんだろう。やっぱ香りが違うのかな？香りがやっぱりなんか若干フルーティーなんだよね。ビールかっていうぐらいフルーティーな。うん。うん。ものですね。エッティンガーピルス。うん。うん。うん。これ美味しい。ちょっとマイルドですけどね。ちょっと日本のあれに比べるとビールとか、まあラガービールとか、
キリンのラガーとかに比べると、ちょっと、しょぼいっちゃしょぼい。なんていうかな。ちょっと辛口ではないですね。うん。ちょっと甘口な、結構マイルドな味わいで。ですが、まあ値段200円だし、うん。まあドイツですからね。まあビールの本場。まあでもちょっとあれかな。まあでもわざわざまあ山屋で、山屋3000円以上だと送料無料ですから。まあ全然問題はないかな。でも前回のシュバルツ、ヨカはこっちの方が美味しい。うん。うん。こっちの方が、ちょっと特徴的ではあるね。前回のシュバルツは、もう一般的ななんか、ただの黒ビールっちゃ黒ビール、みたいな感じだったんで、あまり、特徴としてはあまり見られない。うん。うん。ですね。うん、美味しい。これ美味しい。うん。うん。秋も来ないし。それでいてまろやか。マイルド。なのはなかなか評価的にはいいでしょう。うん。美味しい。これは美味しい。勝てそうはないな。とうとう、ね、あれも終わりましたけど。なんだ。ゴールデンウィークもね。コク。あ、そんなないかな。甘みはまあ。うん。香り。まあまあ、まあまあ。これも適当ですよ。ぶっちゃけた話。はい。3444です。ね。関係ないですけど、ゴールデンウィークね。これちょっとゲーム買いまして。まあ、ゲーム買ったって言っても。ね。ゲオでね。ゲームを3つほど買いまして。ゲオでね。980円以下のソフトを3つで、全部半額みたいな。だから980、980、980だと500になったわけですね。約ね。G ジェネレーションワールド。PSP のソフトですね。と、あと、これですよ。デジモンワールドですよ。リデジタイズ。まあこれデコードで出てるんですけどね。DS、3DS のやつね。で、あと、アーマードコア5。ね、こちらね。買いました。まあ、この中で一番やりたいのはやっぱデジモンワールドかな。デジモンワールドはね、非常に、初代がめちゃくちゃ面白かったんで。うん。まあ、そんなこんなで。ということでご視聴ありがとうございました。